疲れ様でした。あ、どうもお疲れ様でした。ちょっとそのままこういうこともあり得るかなっていうようなみんなの、3年前思い出しますけど危なかったですね。なんか、まあなんかなんとかね、レースになってないし、悔しさもなんかどう悔しがっていいのか分かんないですね。なんかどうしてもそうか、気持ちがこう前に出過ぎてしまってるから、まあ、その気持ちも分かるんですけど、お客さんもいることだからもう少しね、気持ちを抑えてこうラインを引き出す走りをしてもらいたかったですけど、まあ多分初めてだと思うので、浅田君もいい勉強になったと思います。ちょっとまあちょっとまあ気持ち切り替えてじゃないですけど、2走目からそうですね、また頑張ります、ね、ちょっとまあ体調とか調子とかいうレベルの、もう話じゃないような、はい、まあ、先頭になったっていう気持ちで、まあ何とも言えないですね。頑張ります明日また、はい。